実月丹は台湾南投げ県領池里に位置する湖。台湾で最も大きな湖である。湖の北側が太陽の形、南側が月の形をしていることからこう呼ばれる。略称は名丹。日本統治時代に当時台湾総督だった赤石元次郎と高木智恵率いる台湾電力株式会社が水力発電所を建設するため、 台湾で最も長い川である拓水系から地下道水路で水を引く計画を立案。翌年台湾電力株式会社を設立し建設を開始するが途中資金不足や関東大震災による影響などで計画は中断。1928年に松木寛一郎が台湾電力社長に就任したことにより計画が再開され、1934年6月に ダムこと発電所が竣工した。結果、湖面の面積は4 5 5トルから7 7 3トルに拡大した。この発電所は、戦後1948年7月に、大韓水力発電所となり、現在、発電量は、台湾の水力発電全体の半分以上を、占めている。また、実月端周辺は、 台湾原住民のサオ族の居住地であり、実月丹に浮かぶらる,る島は、サオ族のソレイが宿る場所とされている。1999年に起きた台湾王地震で島の面積が縮小し、月下老人の像が押し倒されるなど、大きな被害が出たため現在復興工事が計画されている。この実月丹の一帯は、台湾実月丹紅茶の産地で、 台湾実月丹紅茶には100年余りの歴史がある。実月丹は国立風景区に指定されており、人気の観光地となっている。実月丹から見る夕日は特に美しいと言われ、また、相丹秋月は台湾八景の一つに数えられている。湖の周りには八本の遊歩道があり、文武廟や地温塔などのいろいろな名所を回ることができる。また、 約3 9トルある周回道路はサイクリングや貸しバイクによるツーリングに適している。古城には遊覧船が運行されている。鉄コギボートの貸し出しもあり、湖の上からも風景を楽しむことができる。湖岸東側にある中国青年旧国団が運営する宿泊会議施設実月丹青年活動中心付近から実月部下ロープウェイが テーマパークの旧俗文化村との間を結んでいる。また、台湾では珍しい魚が多数生息しているため、釣り場としても有名である。食用になる、手長エビ、ウナギ、コイ、国連などのほかコイカのカワヒラ、つまりカワヒラ、カワイワシなどの日本では、馴染みの薄い魚が生息しているが、タイから移入されたナマズのトランスルーセントグラスキャットフィッシュや南米原産の シクリット類、アフリカ原産のティラピアなどの外来魚に卵を食われ、その数はすでに激減していると言われる。毎年中秋の明月前後に、1983年より始められた万人園営大会が行われる。総距離は約3000メートル。世界各国から参加者が集まり、2006年には21942人が参加し、初めて2万人を突破した。 毎年、古城をめぐるカヌーマラソンが開催されている。桜の咲く2月から3月に行われる。毎年10月の第2日曜に開催されている湖を一周するマラソン大会。発表順。ありがとうございます。